さて毎月第3水曜日にお送りしておりますラジオでポン本当の出会いのコーナーです今月のゲストはですね読書普及協会チーム釧路のキャプテン山本さんとそして純情人情六条ひとより大津桃子さんですこんにちはこんにちはよろししくお願いますよろしくお願いします 大津さんがついにこの頃にいう感じですね。なんか変ですね。ですよね。まああの、大津さんはいつも本好きでね、番組でも結構本は紹介しておりますけども。まあ偏ってますけどね。かなり偏ってますけど。今年に入ってからね、読書会にも参加するようにそうなんですよりましたありがとうございます。いや、これはね、佐藤晴美がもう、 「おうよじさん好きだと思うよ」っていうふうに言ってくれて <laughs> もう気になって気になっていたんですけどその第1水曜日の,その夜7時がもうなんか第1水曜日がねうまくこう入らなくてタイミングがやっと行けて2ヶ月にいっぺんの割合でって。 でこの前3回目に参加したっていう今状況です、はい、そうなんですよね。なのでまあ、読書会の参加者ということもありますので、はい、そろそろね、このコーナーにも出演していただこうかなと思って、今日は大津さんのおすすめ本ということなんですが、はい、まずご紹介いただけますか私が、えー、おすすめするのはですね、えー、断密さんが書いた断密日記というのをご紹介したいと思います。はい。で、これはですね、なぜこの断密日記を読もうと思ったかっていうところから喋って大丈夫ですかはい ちょっと長くなりますよ、前段。で、私はですね、番組の中でも何度ともなく言ってますが、え、直木賞作家の桜木篠さんの大ファンなんです。はい、自他もに認める応援団長ということで、皆さんにも認めていただいている状況なんですけれども <laughs>、はい、その桜木篠さんが、実はですね、平成26年の10月号のオール読み物で、壇蜜さんと対談をしたんですよ。はい、で、その対談の内容がね、ものすごく面白かったのと、あと、その対談した後に桜木 桜木さんとちょっとお話をする機会がありまして。はい、もう私壇蜜さんと京都旅行に行きたいのって、桜木さんが一言おっしゃったんですね。まだ<ー>すっごい悔しくて <laughs> 私だって行きたいわっていうそ。ね、そう。ジェラシーね。ジェラシー。もうそこからちょっと壇蜜さんを意識して始めたい。その壇蜜さんみたいな感じで <laughs> そしたらですね。対談の中にもあるんですけれども、も、はい、え直木 かあの桜木さんが直木賞を受賞した時に受賞式で自己紹介をするときに分断の断密ですって言っちゃったんですね、はい、でそれが断密さんの耳に入って分断の断密ってどういう人なんだろうと思っててなんかお互いにこう興味を持ってて対談が成立したと<ー>でまたこの分断の断密っていうのは実はですね林真理子さんが断密のような文章って言ったのを桜木さん緊張して分断の断密ですって言ったところからこう一人ある。 ししてしまったと <laughs> でもうそうそのおかげで <laughs>、はい、お互いに気になってた2人が対談できたということなんですね。でその桜木さんがその今日私が紹介する「断蜜日記を」を対談の時には実はまだあの発売されてなかったんですけれども、はい、先に読むことができて、えー、ものすごいただものじゃないと、うん、断蜜さんは。んで大抵タレントの方々って、まあ、作家さんだから編集者さんとねお付き合いがあるので。 タレントさんっていうのは編集者さんが手をこう加えたりとか、うん、こう大きい声で言っていいのかどうか分かんないんですけれどもあるんですっていろいろ。で桜木さんも担当直入に「壇道、うん、さんこれどこまで編集者の手が入っていますか?」 っていう切り込んだんだですよ、ええ、そしたらもう全然自分がそのマネージャーさんが「今日から日記書いて」って言われてそんな軽い感じで「いつからですか?」って聞いたら「今でしょ」うって言われて書き始めた <laughs> そんな流れで毎日書いてたらいきなりの書き下ろしで文庫なんです。すごいです、ねね、ってその対談の内容を聞いて「あすごい」って桜木さんが、うん「 文章を絶賛するって、どんな文章なんだろう、壇蜜、うん、さんと思ったんですね。うんはい、でその後に、えー、あの桜木さん、えー、平成26年12月に、はいえっと、文芸春秋から、オール読み物も同じ出版社なんですが、ブルースっていう本を出したんです。はい、でそのブルースの帯が、 なんと、ダンミツさんだったんですよ。はあはあ、で、多分、うんうん、その私が推測するには、うん、その対談の時に、あの、帯書いてよとかも、大体帯の話が決まってたんじゃないかと思うんですね。うんはい、なぜかというと、対談の時のダンミツさんの衣装が、ええ、ちょっと胸にこう切り込んだ部位の、ええ、あの、黒いワンピースだったんです。結構セクシーだね。うん、そうなんです。ええ、その写真、衣装と同じ写真を着て帯になってるから、 多分対談の後に写真を撮って、はい、帯になったと思うんですね。はい、で、まあそれもちょっとジェラシーだったんですけど。ちょっとね土俵に上がりすぎる <laughs>、まあ。まあね、そうですよね。ボボそうですよね。<laughs> そしたら、ブルース私も読んだんですけど、うん、帯がね、すごいんですよ、壇蜜さん。自分でマットを作った男は強いよ。話の中の一人の女として読み抱かれました。 うん、この主人公がねまたすごいいい男なんですよ、はい、もう何6人の女性とねいろいろあるんですが、うん、読み抱かれたって表現壇蜜、うん、さんじゃなきゃできないよって私も読み終わった後に私も読み抱かれたって同じく感想を持ったんですけど、うん、<laughs> そんな風にに、うん、の一言で短い言葉でその感想をね 作れるっていうか、ああ言い当てるって、うん、やっぱり壇蜜さんすごいなって。うん、ここまで来たら、あの、壇蜜日記読むしかないよって。いよいよ敵の陣地にこんなこじで。そうですよね。そうなんです。そうなんです。えー、じゃあちょっと読んじゃおうかみたいな感じで読んだら、えーはい、これがね、桜木さんが言うように、表現力がすごいの、やっぱり。うん、日記なんだけど、読み物としても成り立つんですよね。うん で、日記だから、こう、長い日もあれば短いのもあるんですけれども、これ、ダンミツさんの帯は、桜木さんが、もう本当にね、お返しよ、みたいな感じでね、うん、帯また書いてるんで、桜木さんが。えー、脱いでも着ても魅力的。脱げば脱ぐほど謎だらけっていうね。<ー>これもまとえてるんです。<ー> <laughs> 私が、この日記を読んで思ったのは、確かに、心の奥の中の声だったり、あと、うん 普通はこういうことを思っても口にしないかもしれないけれども日記には書くだろうっていうことを書いてるんですね。うんうんうん、そねはい。それは多分脱いでるんです。脱いでるんだけれどもその文章自体が一枚それこそあのシースルーの薄いベールを着てるような文章なんですね。で時々、本当に時々なんですけどその薄いベールをこうひらりってめくれて本当に中の 素肌ががが見えるるるような言葉が出てくる時があるんです、うん、それが私あ桜木さんが言った「断蜜節」うん「断節」ってこれなんだっていう「断節」はい、うん、そうなんですよでいくつかその文章があるんですけれども、うん、まずあの一番最初の文章もちょっと長いんで最後の一行なんですけど「うん、ファンレターバンドエイド代わりにしてもいいだろうか」っていう「うん、あ ってきっとこう、うん、心がちょっとこう弱まる時があってでもダミツさんって全てのファンレターを読んでるんですってで読んでしまったものもまた読み返すんですよだからこの自分が落ちた時に読んで「うんうん、バンドエイド代わりにしてもいいだろうか」っていう「うんうんします」じゃないんだよね「うん、してもいいだろうか」っていう、うん、これ最初からこう来たかって。 っていう一番最初の、えー、2013年10月な,のかなんですよねあとですね、うん、何をこう紹介したらいいのかってすごく悩んじゃうんですけど「うんえー、2014年2月10日晴れ寝ないで働くことが偉いのか」って言ったって一行なんです <laughs> 結構なんかあですね、はい、重たい一行ですねすい重たいというかうん、うん、入ってますねはい でこれは多分気軽に読めるし、うん、あとこう日記なんだけど例えば佐藤さんみたくあまりね、うん、こう本読んじゃったらすぐ寝ちゃうよっていう人なんかは <laughs> 夜寝る前に好きなところ開いて、はいうん、今日は何月何日の断蜜さんちょっと覗いちゃおうかなみたいな、はい、続けて読まなくっても楽しめるしあとその断蜜さんって 画面から伝わってくるそれがべてじゃないっていうのが、うん、ちょっと好きになりますダンミさんのこと結構ね意外と女性ファンは多い気がしますよね、うん、最近うこういう、まあ、日記の影響とかもあるで、ねはい、あるのかもしれないけれど、うん、これ私まあ本当にあの勝手な憶測なんですけどああ出るんじゃないですかねえっそうです <laughs> <laughs> か いきなり約測。臆測です。やど去年の夏ぐらいで終わってますもんね。そうなんです、そ山本さんも読んでるのが私すごいびっくりした。あ、ちゃんと読みました。毎回ね、そのゲストの方の紹介する本を山本さん読むんですよ。必ず読んでますすごいなって。すごいわ。どんだけ本増えてってるか分かりませんよ。ね。このコーナー結構長いですからね。ええ。おかげでいろんなジャンルの、なんていうんですか。 大津さんが公開していただけなかったら、うん、私も多分手に取ってなかったと思うんですよ。<laughs> 私も読ませてもらったんですけど、はい、読んだ後に、まずブログ見たんですよ。<ー>ブログも同じような感じなのかなと思って。うんうん、そうすると、やっぱりブログとはやっぱりちょっと違うんですよね。<ー>書いてる内容が。それで、なんて言うんですか、ねまあ独自の世界観というか、ブログよりも一歩こう内側に入った感じといいますか。うん、まあそういった感じがして、 で、なんてうんですかね、男性人から言うと、男密さんというと、どちらかというと、あの、セクシーなイメージじゃないですか。はいうん、まあ、それもあって、私、ちょっと買いづらくて、ちょっと、はい、はい。あの、なんか書店ではちょっと買えなかったんですけど。<laughs> <laughs> はい、でも、まあ、読むと、まあ、先ほど、まあ、おっさんが言ってたように、うん、なんていうんですか、文才があるというか、うん、なんていうんですか、独自の世界観というか、うん、やっぱり、あの、 言葉のなんか書き方、使い方が違いますよね。そうなんです、ね。違いますよね。違います、ね。はい。なので、なんていうか、本当に数行の日記なんですけど、いろいろ考えさせられたり、はい、なんいろいろこう、うん 何があったんだろうっていろいろ想像させるというかそういったものも感じましたしなんか「はいこんなに猫好きなんだな」とかいろいろ個人的なことも分かったりだとか意外とコンビニ行ってるなだとか <laughs> といういうああ日常生活も垣間見えますしなんていうんですかね非常に面白かったですああ春やんも読めると思うこれは読めそうですね<ー>一行の日もありますねありますありますありますし、えー、なんか「ああ」って 東日本大震災のことについてもちょっと触れてるんですけれども、うん、それに対して自分が何か言う、うん、あれ立場ではないみたいな、うん、今それこそ私さっき言った一枚薄いベールを脱いだっていうのがあるんですね、うんはい、それは皆さん自身でちょっとねあの、うん、見つけてほしいなと思います。わ、はい、かりました、えー、断密日記、はいえー、出版社が 文春文庫です。はい、文春文庫出ておりますね。はい、五百七十円プラス税です。はい、ぜひあのまあブログを読んでるという人もね多いと思うんですよ。うん、ですけども、丹密日記の方もぜひ気になった方はチェックをしていただきたいなというふうに思いますね。はい。さて、まあ大津さんは先ほどもね冒頭で言ってましたけど、三回。 うん、読書会に参加したということなんですけども,、うん、もやみつきになりそうですやみすごい楽しいですうれしいですねん大津さんにこう言っていただけると、うん、とてもうれしいですね最初ねあのイメージとしてはものすごいこう固いなんかみんなでこう感想を語り合うみたいなあ<ー>、まあ、勝手にイメージ作り上げてて、うん、すごい緊張していったんですけど、はいはい 意外と、その毎回、その一月に一遍なんですけど、新しい本を読まなくてもいいんだって。古いのを引っ張り出してきてもいいんだとか、うんうん、漫画でもいいんだとか、はい、あと面白かったのは、全部読んでないんですけどっていう人がいたりして。<laughs> いますね。そう。あ、なーに、これでいいのっていうのがあって、意識が低くなりました。<ー>はい。 嬉しいです、ね、あと一番私がすっごく言ってて楽しいのは、はい、皆さんがコメントをあ<ー>あの付箋に書いてくれるんですね、はい、その付箋をいただく瞬間とあの家に帰ってからもう一回読む <laughs> その瞬間がものすごく楽しいですああああれ途中からやりだしたんですけど最初からではなく、はい、なん,なんせっかく参加してもらえたので、はい、なんかこう 残るるものがあとといいなと思ったんですよね、うんうん、で結構同じ発表なのに、人によって、うん、あ、ここで引っかかったかとか、いろいろあるじゃないですか。うん、そういうのがあると、次どういう本を発表しようかなっていう、なんて、モチベーションが上がるというか、うん、そういう楽しさもあるのかなと思って、うん、意外と。 好評ですよね。はい。<ー>すごい、あれ、私、楽しさ倍増しました。ぜひ、気軽にね、本当に敷居が低いってこと <laughs> <laughs> <だ>ね、<laughs> 一例でも出ましたけども、<laughs> はい、次回が8月の5日、はい、水曜日ですね。 夜7時から市民活動センターワットで、えー、開催されてますのでぜひ始めてという方もです、ね、遠慮なく、はいね、ぜひぜひあの気軽に本を読みかけても構いませんのでぜひ来てください。と思、はいね、申し込み方法はです、ね、<laughs> FM 釧路佐藤のブログに読書普及協会チーム釧路のブログ リンクを貼っておきますので、えー、そこからですね、ぜひ、えー、申し込みをしていただければなと思います。初回は無料で2回目からが1回100円となっております。はいえー、ということで、えー、今日のラジオで本本当の出会い、特、え、徴、ー、普及協会チーム釧路、キャプテン山本さんと、そして大津桃子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。